初めてあの空撮機触ったのはファントム4っていうですね、3年以上前に、まあ、ファントム4でも購入して、結構ですね、その操縦ドローン飛ばした時にびっくりするぐらいその安定してドローンが飛んでくれたので、それを見た時にすごくこんなに簡単なんだっていうふうに思っちゃいましたね。で、最初はもう本当におもちゃのドローンで操縦するのが難しかったんですけれども、空撮機を操縦した時にピタッと止まってドローンが止まってくれたのと、あとそのカメラから映し出される映像がこのスマートフォンに映し出されたんですけれども、めちゃめちゃ綺麗で、こんなすごい映像がその場でリアルタイムでドローンと中継されて見れるんだっていうことにすごく感動しましたね。で、そこからもうドローンがこう上昇していくと、やっぱりその自分が空を飛んだような気分になれるっていうところがすごく魅力的だなというふうに思いました。日本一分かりやすいドローン専門メディアを目指して、ドローンウォーカー